子を食べに来たの、お菓子を食べにこの部活に入ったの、全力で帰宅させていただきますと思って、そこから全力帰宅部になりました。本当にみっちり2時間とかやるの。なんかこう、確かにね、あれはねマンツーマンでやれば楽しいというか、なんかこう身について大人な女性になれてるみたいなのもある。やってる時は楽しいの、やってるターンの時は。なんだけど、こう正座で待ってる、もうしかもね5人ぐらいいたんだけどね、同級生が、なんかねめっちゃ長かったんだよね。待ってる間。そう、しかもその部活、あの可愛い子が一人いて、遠目があの学年の中で、この子が学年の中で一番可愛いぜって思ってた子がいて、でラッキーラッキーとか思いながら、なんか顔の観察とかしてたんだけどさ、なんかね、そのおばあちゃんが来て正座させられてる時は横一列に並べさせられるの。本当になんか反省会みたいな。でなんかね顔見えないんだよね。そう、顔見えないし、なんか足痛いし、待ってる間も暇だし、高校生だから考えることもなくて、なんか明日の時間終わり何かなとか、今日家帰るの何時になるかなとか。そうだったから、そうなんですよ。なんか最後の挨拶の時だけなんかね、こうちょっと半円みたいになるから、その時だけもう顔見れるんだけど、だからもうビジュアルの確認がさ、こう、あ、今日もいいビジュですねって なる時がさ、あの集まったあの時とさ、解散する時しかないの。もうそんなんで顔の情報が目に入ってくるわけがないのよ。え、なんか可愛い子前にした時って顔の情報あんま入ってこなくない？なんか可愛い可愛いって言って、多分実際目はあれどこを見てるんだろう。なんか実際は多分ね、あの胸元とかを見てて、もう かわいい、もうなんかオーラとか雰囲気とかで、お、かわいい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 って言って、でなんかこう正座してる間にさ、横一列になって、なんかたまにこう思い出したりするんだけどさ、やばい全然出てこないみたいな。そう、で帰りの挨拶の時に見て、あ、今日髪型違うみたいな。ちなみに、喋ったことは2回ぐらいしかないです。なんかこう深い話をしたことはないです。挨拶は何回かしたけど、なんかあでも3文字以内に全部収まると思う、私の。え、2回はなんかね、私の同じ中学校でなんかピアノ教室も同じとこに通ってた、その子はね本当にね友達なの。その子が同じ高校に行ったのよ。でその子と一緒にその、 あの茶道茶華道部に入ったんだけど、その子結構ね、あのなんか放課後遊びに行っちゃったりとかで、そういなかったことが多くて、その子がいる時になんか橋渡しみたいなのしてもらって、いやあれ相槌してただけかな。多分相槌してただけです。多分、うん、なんか車で言うと道なりにみたいな。自分からは喋ってないと思う。あとなんかそういう時自分から喋ったとしても、なんかよく聞き取れないか、なんかちょっとなんかんみたいな空気に
なることが多かったから、多分その時もそうなってる。会話として成立していたかは定かではない。まあいいんですよ、こっちには卒業アルバムがありますからね。卒業アルバムがあるんで、開けばいつでも。初見さんびっくりしちゃうよこんな話してたら。アルバム可愛かった、橋本環奈かと思った。なんかそういう子の現在見てみたいわ。学生時代思ってた、全然思ってなかった。でもなんか謎に、なんだろう、なんか多分ど田舎で育ったから、なんか多分自分のどこかに、なぜ僕は人と距離を縮められないのかみたいな、人と距離を縮めさえすれば多分モテるってどこかで思ってたんだけど、なんかもっとそれ以前にね、なんか大切なことが欠如して、なんか一生名字にさん付けで呼ばれてた。こじらせてる。そうなんだよね、おかしいな。チョコをあげたことはあるの？いや、チョコはなんか破産した記憶しかない。なんか多分ちょっとイカれちゃっててイカれちゃってて、でなぜかこうなんかバレンタインの時期ってさ、みんな友チョコとかこうやってみんなに渡すじゃん、クラスのこうなんか全員にこうチロルチョコをなんか 2,3 個詰めて、はい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 みたいな、もう無料配布でーすみたいなやるじゃん。あれめっちゃ憧れてたの。そう、あれめっちゃやりたくて、でも特定の誰かにやるとすごい角が立つというか、なんかあれだと思って、なら一層全員に配ればいいと思って、でね、そこでね、なんかチロルチョコとかキットカットとかにしとけばいいよかったのだけど、めちゃくちゃなんか気合入ってフィナンシェを焼いたの。でフィナンシェのなんか元の材料ってアーモンドプードルっていうアーモンドをね、砕いた粉とバター、これだいたいこれでできてんの。で、みんなナッツ買ったことある？高いじゃんアーモンド。だからアーモンドプードルも高い、バターもご存知の通り高い。でもだいぶ貯金溶けて、しかもなんかクソデカ型を買ってしまって、これぐらいのもうなんかデパートに売ってるフィナンシェよりでかいみたいな、なんかクソデカ焼き型を買ってしまって、しかもこの焼き型もなんか6個ぐらい一気に焼かないといけないから、だからなんかこの型を買ったり、もうなんか極端なんだよね、ほんと0か100かみたいな。ちょっとさ、ちょっとやばくない？ちょっとやばくない？多分こういうところなんだと思う。たかがバレンタインじゃんっていう。でもね、あんまこうなんか友チョコとかもちょうどいいのもらったことなかったの。なんかチロルチョコとか、なんか小学校とかまで記憶を遡ると、まあなんか
レンジとかでこうチンしたり湯煎してなんかこうカアルミのカップに固めたやつみたいな。でも俺は高校生だぜ、待て待て、俺は高校生だぜ、そんなチョコを溶かしてなんか固めてなんかこうキラキラ乗せたみたいな、そんなんで高校生が許されるわけがないと思って、朝の5時ぐらいまでかかった夜の8時9時ぐらいからやって朝の5時ぐらいまでかかってでもうなんか7時とかには家出るんですよでもその時あやばい、なんかもう全然寝れてないとかじゃなくて、この5時に作ったやつが一番焼きたてでうまいなって思ってたもう怖いよ怖いよ、やっぱこの5時のやつが一番焼きたてでカリカリだわもう怖い、ワンチャン昼まであったかいかもな怖いよ、でもそれ当日になったらなんかこの渡し方まで考えてなくてってなって、まずはこうちょっと仲良くしてくれてる女の子とかにこうこれあげて、でなんかクラス全員分にあげたかったんだけど、なんか欲しいって言ってくれた男の子にはあげれたんだけど、なんか何もなんかこうこうなんかね、何もこうアクションをされない人にはクラス全員分あるのに何にもできなくて、で他のクラスの、そのずっとこう中学から一緒にいる友達にあげて、その周りの友達もこうなんかつてでこう話してくれたりしてたから、その子たちにもこうあげたりとかして はけさせた。の出し方まで考えられてなかったでもまあなんかこう大量に作って渡すみたいなことができたので、まあ、目標はは達成した。リターンの記憶ない。でもなんかもらった気もする。全然記憶ないなんだろう、多分そこで満足しててあんまりなんかあまりにも縦横無尽に配りすぎて、どれが誰にもらった何なのか分かんないだって36人とかにあげたんだよ、だからいやー、なんか今考えたら悲しくなってきたからやめて、もうこの話おしまいこの話おしまい。でもまあなんかここまでやったからネタにできてよかった。ほらなんかさ、これでさ、まあ友チョコ5、6個ぐらい、まあなんかチロルチョコ配ったりしてたって中身ないじゃん。やっぱこの頭のぶっ飛んだ頃のトウミが今のトウミを作ってるみんなの中でネタとして消化してくれましたか成仏されたかな美味しかった美味しかった、よかった。その頃なんかエモジョアさんっていうお菓子作りのさ ASMR の動画もう死ぬほど見ててさ、それで多分憧れちゃってたんだわうん
待って、明日早いのにこんなに話しちゃった。みんな自由にお話しさせてくれるから。よし、成仏成仏。はい、というわけで、本日の23時59分まで、59分まで、待って、毎度恒例のこの、 凍結告知しますね。たびたび凍結するんで、59分まで、11月12日の大阪と12月3日の福岡の、単独公演が、公演の、チケットが抽選中です。そしてそしてそして、重要重要重要超重要、10月28日、放課後映画放課後アングラーライフの、DVD イベントが原宿、ラフォーレミュージアムにて、あります。新宿と原宿がもうずっと混ざってる。で、その次の日29日には、01TV の公開収録が同じく、原宿ラフォーレミュージアムにてあります。どちらもチケット発売中です。DVD イベントはトウミとマルピーの2人でやるんだけど、そう、 DVD Amazon で売ってるんですけど、そう、なんか値引きされてました。今がチャンス。そして、それをね、持ってきて、買って持ってきてくれると入場できて、2人からサインもらえて、どっちかだけがいいっていう人はどっちかの列にだけ並んでもらって、で、チェキ会は誰でも参加可能です。なんかちょっとこう最後の放課後アングラのイベントになると思うので、ちょっとドレッシーな格好ができたら嬉しいなって思ってます。こうなんかね、自由に喋れるとこは喋れるんだけどね。29日はトーミー、MC をするんですけど、ハロウィンの、公開収録なので、マリームーンさん、ちかわのマリームーンさんの、コスチュームを着用させていただいて、MC を頑張らせていただきます。不安だよ。みんな見に来てください。そして、12月13日、水曜日は新宿ブレイズにて223周年のライブがあります。こちらもチケット発売中ですので、ぜひぜひ、チェックしていただけると嬉しいです。はい、ん？合ってる？あとこれも発、ついでに言わせていただくと、トウミの今発売中の表紙を務めさせていただいている月刊エンタメさんは、残り30日までの、30日にも次の号が出るので、1週間を切ってます。なのでまだゲットしてないよって方はぜひぜひゲットしてみてください。よろしくお願いします。あとボムさんの、ツタヤ限定バージョンにも、トウミが表紙をさせていただいてますので、こちらもぜひぜひチェックをしてみてください。今日ボムのリモートチェキ、三重じゃない、愛媛の空気を吸わせてる。ありがとう。それでは、ラグキーワードどうしようかな今日。よし、決めた。それでは以上、ニーニー赤色担当のジュニアジと書いてトウミでした。ラグキーワードは愛媛愛しいでお願いします。これで告知うまいって言ってくれるの。
神でしょありがとう。待って、誕生読みしてない誕生読みしてない、ごめん。もう一回、もう一回ラグキーマンド、待って待って待って、ありがとう教えてくれて。ちょんちょんちょん、ナンバー13みっちゃん、ナンバー12ポケハル、えのたろう、ナンバー11うち、ナンバー10クロネコトミン、ナンバー9コンペ、ナンバー8リュウオ、ナンバー7ウメちゃん、ナンバー6クマちゃん、ナンバー5ネコさん、ナンバー4ハクダイ、ナンバー3バラライカ、ナンバー2セルー、ナンバー1ラッコステーキありがとうというわけで、今日の今日のラグキーワードは何だろう、何だろう、何だろうね。うーん、愛媛愛しい早い早い、絶対絶対打ってた人いたもんありがとう。明日も撮影頑張ってきます。そうギュッとしてるんだけど、結構スケジュールが、頑張ってくるね。